回目に行ってクリーム多めのシュークリームです。オランジさんの新商品です。控えめに行ってってどういうこと？ちょっとねパッケージがそっくりなんですけど、種類は2種類あります。控えめに行ってクリーム多めのシュークリームカスタード、控えめに行ってクリーム多めのシュークリームカスタード&ホイップ。こちらのシュークリーム10個ずつ合わせて20個あります。控えめに行ってクリーム多めのシュークリームカスタード。これはやばいね。めっちゃ入っとるやん。控えめに言わなくてもいいのにね、こんだけ入ってるよ。すごっ。いただきます。これさっき測ったら100g ぐらいだったんですけど、ほぼクリームで 100g だよね。たっぷり。うめえ。これ美味しいですよ。すごいクリームがもうたっぷり、もう口に入れた瞬間からクリームがドワーって、クリームに襲われます。しかもね滑らかで美味しい。美味しい。カスタード&ホイップ。イエーイ。これもまたすごいね。いやーやば。うん。こちらも大変美味しいです。口に入れた瞬間、鼻の穴と耳の穴と目からクリーム出そうやったからね。それぐらいいっぱい入ってます。このクリームとてもマイルドなテイストです。割と濃いめかな、どっちも。それではどんどん食べていきたいと思います。こりゃ食べ応えあるよ。クリームのシュー側は割としっかりしてるんだけど、もうクリームがものすごく多いのでこの厚みを感じないね。カスタードの方は割とね甘みの強いね滑らかな美味しいカスタードクリームです。カスタードホイップの方は割とすっきりしたテイストになってて、後味も意外とサラッとしてます。どっちも好き。クリームをねごくごく飲んでる感じ。出ちゃってるもんね。出しゃばり。あと2つずつ。上がらんやろ。あげた。だいぶちょっとやばい。カスタードはね大丈夫だったんだけどね、ちょっとねカスタードホイップがねちょこあ食べます。わあ出たね。中身がほら香ばしい。シューがめっちゃ美味しいです。あったかいクリームも美味しい。うわ出てきた。あおおおいしい。揚げてもうまいね。うん。最後一個。ごちそうさまでした。控えめに言ってクリーム多めのシュークリーム、大変美味しくいただきました。皆さんもぜひ食べてみてはいかがでしょうか。今回もご視聴ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。庄司優子でした。すっごいシュークリームです。クリームがね、もう半端ないですよ。ほんとこうごくごく飲んでる感じ。普通にね売ってるので、ぜひ皆さん買って食べてみてください。びっくりするよ。